こんにちは、ナムみほとけです。そしてはい、十番住職の池口です。はい、お願いします。さあ、なんとやってまいりました。今日は京都に来ました。ようこそ京都へ。はい、おいでやす。おいでやす。ほんといつもいつもお世話になってる池口さんにちょっと、いやいや、こちらこそだよ、本当に。いや、本当に、はい、何をやってらっしゃるかちょっとご紹介をまずします。龍岩寺の住職、はい、住職でいらっしゃって、まあ、龍岩寺さんは、はい、もうメディアには月1では出てますかね。いや、ほんとそれぐらいでは出てるかな。明日もテレビの取材あるし。マジっすか、うん、売れてますね。売れてる。有名なのはドローン仏で超常夜祭っていうのを、11月にやってるんですけど、その、去年一昨年の超常夜祭の時に初めてドローン仏が飛び、はい、この本当本堂に座っているお客さんというかね、来てらっしゃる人の頭を阿弥陀様が飛ぶっていう。それがもうメディアで取り沙汰されたりとか。ナムイですかね、もう一個は。ドローン仏様が飛んだぐらいの時期にちょうどナムイっていう言葉も、はい、同じタイミングでバズり、うんうんうん、もうなんかこの龍岩寺界隈が大騒動に。ニュースゼロに出たりとか。ああ、ありましたね。すごいなんかその関東ニュースまで、そうそうそう、その響きは渡ってきてて、うんですね、すごい。だからバズり僧侶です。あとはお寺の看板ですかね。あ、お寺の看板もそうです、ね、はい、お寺の掲示板大将っていう、はい、あのお寺の入り口の脇に仏様の言葉だったりご住職の格言が掲げられるのがなんか面白いぞっていうのを切り取った門前の掲示板を、うん、どうやって面白くするかっていう、こう職人側職人側掲示板職人としてノーご先祖ノーライフっていうあれも時期にね。そうそうそう、ノーご先祖ノーライフ、あれ好きですね。あれは結構使われましたね、はい、とちょっと、うん、なんやこれっていう、第一版のバズったのがあのポケストップの話。あ、そう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 、その三門のところもポケスポットになったんですよね。ほうほうほう、ポケストップか、ポケストップになって、そうしたらもうみんななんかお寺を拝むんじゃなくてもう、はい、スマホしか見ないみたいな。でもその時にもうなんかお寺でスマホ禁止みたいな、うん、ポケモン禁止みたいなところもあったんですけど、まあ、うん、そこまで禁止しなくてもいいかなっていうニュース見ながら思ってて、それでまあやってもいいけど手合わせてからやってねみたいなこと書いたら、あの、ここは念仏のホットスポットなんだよみたいなこと書いたら、それがバズって、でだからそれまではね結構僕割と固めの言葉を書いてたんですけど、固めの言葉を書いてても道行く人は、あの、ここの前の通り京都水族館に行く人が、うんうんうん、通っていく、野目小路公園に行く人が通っていく通りなので掲示板見てくれる人はいるんですけど、まあ、割と素通りだったのが、あの、そのポケモンに寄せて書いた時に、うん、あの、もうみんなスマホでそれを撮ってツイートしてくれるから、あ、このこっちに寄せた方がいいかなっていう。なるほどなと。そうそう、私もたまに見るんですけど、漢字多いとね見にくいんですよね。あ、だからね、あの、横文字ですね、そうそうそう、カタカナを入れてみるとか、あの、英語を入れてみるとちょっと、うん、なんよこれっていうところからね。あと筆でこう仰々しく書かれるのあるじゃないですか。あ、ありますね。ここのは黒板にチョークでベーって書いてる。そう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 。それ好きなんですよね。ちょっとチープな感じがいいですね。そう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 。お、住職が書いただろうなってなる。伝わってくるみたいな。NHK とかも特集されてましたよね。もうずっとこの、そうそう、掲示板大賞の受賞式、あの、結果発表が11月12月ぐらいにあるの、はい、で、その前後ぐらいからずっとまた取材ラッシュでしたね。いや、もう池口さんが本当電通だとしたら電通すごい、あの、本当に何でしょう、成績が良すぎるというか結果を残してる、結果操作からもう電通です。電通、 ありがとうございます。イベント打ったりとかなんかいろいろやってらっしゃる、まあ、そんな池口住職に説明が長くなりましたが、めちゃくちゃ御仏の世話になってます。ごちそうさま、ありがとうございます。お坊さんになったきっかけとかもシンプルにそこがちょっと気になってて、もともと生まれは兵庫県尼崎のお寺なんです。尼崎なんですね。そうそうそう、で、ここは母親の方の実家なんです、はい、まあ、跡継ぎ言えなかったのでこっちを僕が継がせてもらうっていうことになったんですけど、まあ、大学行ってる時に普通にお坊さんの資格取ったりはしてましたけど、でも本当に僕継ぐのかなみたいなのは思いながら、で、うん、これからの時代お寺って儲かるのかな、どうなんだろうなみたいな、食べていけるのかなっていうのは正直不安はあって、まあ、檀家離れみたいなこともやっぱあるので、僕大学院中退してるんですけど、24、5の頃とか本当に継ぐのかどうかっていうのは決心ができないまま
あ、ちょうど今24、5です。ああ、ちょっとそれぐらいの時期塩を混ぜましたけど25です、まあまあ、ちょっと1歳ね、1歳下も混ぜつつあ、だからその頃お坊さんになるかどうかすごい悩んでて、地方院で勤めながら、あの休みの日はずっと引きこもってプログラミングの勉強をしてました、ね、じゃあお坊さんじゃなかったらプログラマーというかそういうエンジニアになる、なんかもう最悪こっちで生きていくとかっていうことも考えてみようかなと、今いろんなことを考えてましたね。自分が何に向いてるかっていうのはよその世界を旅してみて初めてわかるみたいなところがあって、でやっぱりなんかよく考えたら自分って仏教の知識とかそういうものは小さい頃から学んできてるし、結構意外と身についてんじゃんって、うん、せっかくならまあこの自分が今までお寺の中で育てられてきていただいてきたものを、まあ、次の次に伝えていくっていう風に腹くくった方がいいかなって思ったのが26、27ぐらいかなですね。26、27でそのお坊さんになるぞってなるまで、うん、もう地方院には勤めてはいた、地方院には、24から就職してますね。あ、そうなんですね、はい、お坊さんとして、お坊さんとしてです。19、20、21で修行行ってるんです。大学1、2、3回生で行ってるんですけど、それ終わって、24からはあの普通に、まあ、事務職でしたけどね、うん、最初、うん、サラリーマンみたいな、テラリーマン。テラリーマン、テラに通う。テラサラリーマン、テラリーマンですね。病院にお勤めじゃあ何年かされてて、はい、これぜひ見てほしいおすすめスポットとか。そう念仏をその三門の上でできるっていうミッドナイト念仏はおすすめなんですけど、ミッドナイト念仏はまあ、その名の通りなんですけど、夜通しですね、夜8時から朝7時まで三門の、ここ三門の2階に入れる、牢城に入れて、そこ入るとね、お釈迦さんを中心に、両脇羅漢さんがずらーっと。お弟子さんですね、お釈迦様の。はい、16羅漢さんが両脇に8体8体が並んでらっしゃるはずなんですけど、でその、まあ、お釈迦さんの前で薄暗いその牢城、三門の牢城に目的100から150ぐらいだと思うんですけど並んでて、で皆さんそこの前に行ってひたすら朝まで念仏。うわー、念仏だからお経じゃなくても生身だぶ、生身だぶだけですね。だけでもちろん入れ替わりはあるんですけど、あの、はい、朝夜8時に行ったら朝7時までいないといけないってことじゃなくて、心が済んだら、あの心落ち着いたらもう帰っていただいていいんですけど、じゃあ一般の人が入ると、一般の人が入ります。あ、確かにあそこに入って生身だぶ備えられるんだって思うと、もうちょっとした修行体験じゃないけど、うん、いやちょっとテンション上がると思います。そうそう、みんななんかさ、あの感想文集みたいなのがあるんですけど、はい、出るところに、はい、なんかグルーヴ感がすごかったとか。もう夜通しやるっていうのはもう伝統的にやってらっしゃるんですか。ミッドナイト念仏始まってもう20年とか25年とかその辺だと思うんですけど、夜通し念仏するっていうのは、あの浄土宗の人たちはテンションが上がるとちょっとそれをやっちゃうところがあるんですか。それあるある。あるあるです。まあ、浄土宗はとりあえず念仏を長時間やるっていうことが一応修行の、まあ、長時間じゃなくてもいいんですけど、やっぱりその気持ちが高じてったら長時間になっていくっていうのが、まあ一つ形としてあって、何やったら夜通しやろうかっていう風になんかなってしまう。修正。夜通しやることはいいことだみたいな空気が何かしらありますよね。テンション上がったら夜通しやるかみたいな。めでたいな。あのカラオケオール的な感じで、オール、お念仏オール。念仏オールやろうかみたいな。いかち木魚で。でもこれ浄土真宗さん法話で、法話、はい、法話オールやるでしょ。あ、そうなんですね、うん、あるはずです、法話オール。やっぱじゃあオールが楽しいっていうのは、渋谷行けばみんながオールしているように。あ、そういう感じですよね。意外とありなんですね、念仏オール。池口さんの地音院おすすめはお念仏。あ、そうそう、念仏をその三門の上でできるっていうミッドナイト念仏はおすすめなんですけど、はい、今年はでもあの4月13日国宝三重堂が、平成23年の暮れから修理工事に入ってたんですけど、それがこの 3月で出来上がり、で4月14日以降はこの辺りから地方院の三重堂を拝んでいただけるようになるので、なので、まあ、13日に一応まあ最後儀式をして、でそこからは入れるようになるんですけども、だからそれが本当8年9年ぶりぐらいで、そうそう、三重堂ってあの1639年慶長年間にできてるんです。
ですけど、うん、まあ、徳川家光公の庇護を受けて、できたお堂で、まあ、国宝に指定されてることもそうですけど、日本で5番目の大きいお堂なんです。だからあのやっぱ中入っていただいて、でしかも金箔も金キラキになってるので、あ、張り替えが、うん、もうそれはちょっと、そうそう、あのかなり見応えあると思います。へー、あ、金キラキンか。除夜の鐘どうです？なんか付き方独特なのって強いでしょ？強いんです。あ、8人、17本綱がついてるんだよね、あれ。で、8人が向こう側に引っ張り、はい、で、それを受け止める人が1人、その引いたのを全部1人で受け止めて、ゴーンってやるんですね。すっごい、マンパワーが1人にガーン来て、そう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 。いやー、うん、すごい大変そう。で、大体ね、それ新人職員がやるとちょっとフラッとなるとかして飛ばされそうになると、うん、それをテレビのカメラマンが、はい、容赦なく、ちょっとインタビューでいいですかみたいなあいつ新人だ、そうそうそうなんか焦ったかもしれないって、うん、そうそうそう。いや、どことあります？ありますよ。どこですか、担当は？一本もやったことない。あれ108回つくでしょ、はい、だからもうあのみんなに、ま、回していくんですよ。そうなんですね、うん、なんか一斉のせいみたいに言うんですか、一斉に弾くとき。あ、人つっていうふうに、あの、あそこ、人つで、人つってもう一回繰り返して、で、それ、ゴーンってずっと一つですか？ずっと一つです。100やつまではやらないでほしい。あ、だから今自分が何回、今何回目叩いてるのかって分かんないですよね。へぇ、そうそうそう、うん、数える人が別でいるってことですよね。うん、一つ、一つ、そう、レッコーンって。ちょっとじゃあ皆さん年末見に行きましょう。じゃあぜひ。あ、ラストサムライのロケ地になったっていうのは有名な話で、はい、山門通り抜けて、うん、上がっあの向こう側にで、その男坂の険しい方ですね、うん、で確かラストサムライ映画の中ではその登り切った向こう側にお城が見えるんじゃなかったかなと。それはあの合成なんですけど。なるほどな、あてら分かるわ。撮影の都合上合成でありえないものを見たりしますよね。ありますよね。鎌倉出身なんですけど、はい、鎌倉 の, あの映画とか見るとすごい景観のいい、北鎌倉っていう土地の坂道があって、その上に大仏がこう登った先に見えるような同じや景色があるんですけども、大仏なんか全然違う場所にありますから鎌倉っていう印象だけで合成で、ね、はい、になるっていうあるあるかもしれないです、映画のね、あの、うん、そう、京都といえば、いや京都、日本といえばお城みたいな、坂を登ってたお城みたいな雰囲気があるんでしょうね。なるほど。というふうに作られてますけど、あの、まあ、男坂と言われるところはラストサムライの映画の中のワンシーンで使われたりはしますね。サインとか飾ってあるんですか？トム・クルーズのサインとか。トム・クルーズのサイン見たことないですね。チョインって、だからあんまりあの、まあ、あのゲートのところで最初配管料もらったりとかもしてないので。してないかな。あの庭園だけは配管料もらってるんですけど、うんうん、基本的にあのお堂、主だったお堂は基本的にあの配管料取らないですね。いや、そっか。だから映画のロケとかで使って、まあ、それでちょっとお金も払ってもらってみたいなことよりは、うん、もうあらゆる人に開かれてて、うん、で、もうあの誰からなくお参りしてもらえることを良しとしているので、まあ、そういうこともあってあんまりそのロケとかを積極的に受け入れたりとかっていうのは考えてないんだと思いますね。で、なんか別に誰かが来てくれたからよかったみたいな、そういうミーハーな気分もできるだけ慎んで聞いてくれるんですけど、ね、でも結構まあ団体参拝とかで来はった方の案内すると、ここラストサムライで使うんですよって言ってますけどねそれ言いますよ、それ言いたいけど、いや寺としては慎むけど、そうそうそう、個人的には個人的にはここトム・クルーズが座った場所です。そう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 。